本日はママドックと、ごまくろサロンのコラボ企画である、ごまくろ担々麺の試食会にご参加くださる皆さん誠にありがとうございます。私、子供を守れるママドクターの代表をしております山鳥まりと申します。少しだけママドクについてご説明させていただきます。ママドクではですね、子育てを頑張るママたち と専門家の方をつなぐ架け橋となる企画をたくさん行っております。今スマホを見ると SNS とかいろんなメディアからすごくたくさんの情報をすごく手軽に入れられる時代になってるんですけど、どの情報が正しくって自分たちに合うのかっていうのがすごく分かりにくいと思うんですよね。で、自分に合った情報を選ぶっていうのが何より大切なことだと思うので、私たちママドクの方でしっかりフィルターにかけた情報をお伝えするっていうことを行っています。で、私自身第一子を産んだ後にすごい蕁麻疹が出たり、いろんな不調が出ていろんな病院を回って、その時に食の大切さっていうのをお医者様から教えていただいて、そこからたくさん勉強して今に至るんですけど、調味料を大事にするっていうのが、第一歩、手軽だし、経済的にもそんなに負担もないしっていうので、いろんな生産者の方とのご縁があって、そしてこの山田社長とも、ひょんなご縁でこうやってご一緒することができて、こういろいろお会いするしてお話を聞くたびに、すごい社長のお人柄が好きで、あとごまが大好きなのがすごく伝わってくるのと、そのごまを大事にされてるから材料にもこだわるし、あともう一つすごい素敵だなと思うのが、こう社員の方もすごい大切にされてて、すごいあったかい人柄なんですよね。で、その社員以外の私みたいに、山生さんとかこのプロサロンも好きなファンの人にもすごくお優しくいらっしゃるので、すごく共感してずっと親しみさせていただいてます。そして今回のこの会場であるごまくろサロンの、この未来ある子どもたちと育てるお母さんを守るというビジョンにすごく共感して、今日このように担々麺試食会という形でご一緒させていただけていることを本当にありがとうございます。ちょっとごまくろさんについて説明していただいてもいいですか。ごまくろさんの説明はこれしたい。あ、本当にこれだけでいいですか。未来やる子供たちちょっと待ってよ、お母さんはお母さんはお母さんはでもすごいあれだ、うまいな、しゃべるのめっちゃ練習してる。練習してる。そう改めまして、山田優の山田でございます。今マリさんからも紹介してもらいましたけど、本当にひょんなきっかけで知り合ったんですけども、はい、どんなきっかけって言うたら分かんない。あなたの旦那さんとゴルフ友達とかでゴルフでね、だったんですけども、それはさて置いといて、今日、担々麺を皆さんに召し上がっていただきます。で、山田製油というと、やっぱり製油って書いてある境に、ごま油っていうイメージむちゃ強いと思うんですね。で、当然、うちの会社はごま油、うちのじいさんが世のため、人のために何食品を作ってみようって、マクロビオティックの創設者の桜田一家から言われて始めたんですけれども、実は山田製油というのは、これ私の中では、私が小さい時、じいさんが、ね、作業場でごま油作ってました。もう一人、うちのおばあちゃんおったんですね。うちのじいちゃんってむちゃ怖い人で、僕はどっちかって苦手やったんですよ。何回か怒られてたんですけど、おばあちゃんがものすごく優しい人で、もうすごいおばあちゃんがやって、で、そのおばあさんは、世のために人のために何してるかって言って、ごま油を作ってた時に、同じ期、同時期に、ごまバターといいまして、俗に言う練りごまですね、ごまのペースト、それを作り始めてたんですよ。で、うちのおばあさんが、この土間で、ちょうどね、この鉄鍋、これまさにそれなんだけど、これをこうガスコンロに添えて、しゃがんでね、この手棒きで、そのことこうごまをね、こうやっていってるんですね。で、私がその向かい側に座って、この作業を見るんじゃなくて、ばあさんと喋りたいから、ずーっと見てた、その作業を見てて、これ、ひながいひじずっと一緒におったんです。で、ひぱーっと、ばあさんの顔が、このね、ごまが入れ上がった時の煙でね、ちょっとね、この、ちょっと、というか、ね、剥げた時にね、ちょっとこう上げるんですね。で、そのタイミングで、揚げたごまを大きなすり鉢や石臼に入れてするんですけども、すごくねきめの細かくて甘いねごまのペーストができてて、当時ごまバターという名前で売ってたんですけども、私は実は、
約5年間閉じてたごま油の山田製油を平成元年の1月からやり直したんですけども、再開したんですけど、その時からこのごまの練りごま始めてるんですよ。それでずっと売ってたんですけど、なんやかんやとどうしてもごま油の方が先に来ちゃったっていうところなんですけど、ぜひ私としてはおじいちゃんのごま油も売らないけど、ばあさんの練りごまを売りたいなっていうイメージ、思いが非常にあって、特に、山田製油のごま油っていうのは一番搾りのごま油なんで1回しか搾りません。普通ですと3回4回搾って、うちの油でも倍大手やったら取るんですけど、これはうちの買った牛でこれが一番搾りが一番美味しいということで1回しか搾ってないんですけども、でも、ね、今それは油かすは、肥料とか飼料として販売はしてますけども、ね、本来だったらまあ人間が食べられる部分があるわけです。多少分がね、これはまあごま油に関してはこの一番搾り製法に製油としてはこれ特化ちょっと守りたいのでこれをやりたいんですけど、世界中の食品とのことを考えるとやはり全て食べられるもん、人間が食べられるもん全て食べた方がいいという思いがあるので、そういう思いでこのごまの、練りごま、俗に言う練りごまなんですけど、私自身練りごまじゃなくて今日も言ってますけどごま練り練りって言って練りごまよりもっとねキメが細かいのがごま練り練りっていう思いで作りました。これが一番生きる食べ方、やっぱりね、今ごまのペーストとか練りごまというとどうしても和え物とか言ってなかなかいろんなね料理方法なイメージできないと思うんですけども、私これすごく合うのがこのごまと今回の担々麺と思うんですよ。でこういうふうな使い方で、ごま練り練りごまペースト、セサミペーストっていうのを食べてもらうのもらったら非常に嬉しいので、ぜひ今日は皆さんに食べてもらって、でちょうどここ、ね、ほぼほぼ皆さん女性のお集まりでございます。もし美味しかったら多分皆さん喋るやろうため口コミしてくれるやろうなと思っているので、もし美味しかったらすいませんけど口コミもよろしくお願いします。ということで、出てるところがよかったら先に、お食べになってください。はい、よろしくお願いします。今日召し上がっていただいて投稿していただいて、くまくろさんを山田製油ママ族っていうハッシュタグをつけてくださった方にはプレゼントさせていただいてますので、ぜひお願いしますと、今日の配信を、今インスタライブはママ族でと、フェイスブックはくまくろサロンで、後ほどですよね、 YouTube はライブじゃないですけど YouTube、 変更社長の YouTube でも流すので、それを見ていただくと、キーワードが、はい、後ほどあるので、それを聞いていただくと、オンラインショップでお買い物をしてくださる方にもプレゼントがあるので、最後までお見逃しなくお見逃しなく見てください。どうぞ召し上がってください。説明できますかね。もうちょっとです。じゃあ今の間にコマクロサロンか山田製油さんかお話を。はい。担々麺ですけども、また後から説明ありますけど、ぜひよかったらスープ全部飲んでみてください。動物性のものは一切入っておりませんので、はい。で一瞬お腹が満腹になりますけども、動物性のも何にもないというのと、化学調味料とかそういう薬味腰も入ってないので、ちょっとお腹が膨らんだというのがあるので、はい。で味変で、ごまラー油かけていただいたり、そこにある、金ごまとかいろんなものかけて食べてみてください。すごい、あるのが金ごま油と、ごまラー油。ごまラー油ちょっとかかってますけど、辛いの好きっていう方は、これ追いごま練り、はい、追いごま練り、すごい美味しそう、本当だ、皆さんからで、ぜひ
担々麺へのこの熱い思いと、はいはい、そう今から担々麺の熱い思いを、はい、大きいシェフが喋ります。こんにちは。こんにちは。今回担々麺作らせていただいた、朝日さと申します。ちょっと名字覚えにくいんですけども、でっかいちょんもみの人と覚えてもらえればいいと思います。担々麺、もともと夏ごまプロサロンの方で冷やし担々麺を出させていただいてたんですけど、ちょっと冷やし担々麺はすごいお客さんに好評で、秋冬寒くなってきた時期も担々麺が好評で、やっぱりうちのごまねぎに使ってるんで、同じ担々麺というジャンルで美味しいやつを作れればなと思って、いろいろ試行錯誤を繰り返して、ごまねぎと上に黒ごまの黒ごまねぎにもかかって、全部もうほんまにうちの商品、山瀬の商品使って美味しいスープができたんで、これはもう出すしかないなと思って、社長とごまくろさんの太陽先生の食べていただいて OK いただいたんで、今回ごまくろサロンの方でランチで出させていただいてます。で、まあ、よかったら皆さんに宣伝していただいて、やっぱその動物で使ってなくてもこんだけコクがあって美味しいスープが作れるんだっていうのをもっとみんなさんに知ってもらえたら、僕も嬉しいなと思って作らせていただいたんで、よければまた食べた後でも感想を一言でも聞かせていただいたら、僕の励みにもなりますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。はい、見せてあげたらいいんじゃないっていう感じだけど、いい感じです。これ今まで夏前の冷たいの出されてたんですよね。今回温かくすることで何か工夫されたこととかありますか？ありがとうございます。でもですね、温かくすると冷たい麺を食べるときはこうソースというかスープにもともと濃度をつけておいた方が絡みやすいんで食べやすいんですけど、あったかいやつを食べるときに濃度をつけすぎると次スープが飲めなくなるので、ごまねりねりとかそのこの担々麺のスープの美味しさを全部、やっぱさっき山田社長もおっしゃったんですけど、スープ全部飲んでもらいたいっていうのもあるんで、ちょっと濃度の関係でいろいろ工夫というか苦労はしたところはあるんで、スープのその飲みやすさというか、そこは追求していろいろ試行錯誤をしました。社長も何回も給食されたんですか？僕ははっきり言って、なんで化学調味料がいっぱい入ってるラーメン屋にいっぱい行列してて、あれが悔しくて、これで行列してくれへんかな。なので多いですもんね、ラーメン屋さん。負けない。負けない。僕は負けないと思ってるんやけど、これは僕だけが思ってるんかなと思って。まだここがある。ここがある。うん、あと私もいただいていいですか？はい、いただきます。いただきます。はい、ごまくろサロンのどんなことをされてるかとか、いろいろ聞かせていただきたいな。はい、はい、はい、今から専務マネージャー。いただきます。ごまくろサロンですか。もう最初にね、まりちゃんの方からご紹介いただいたように、未来ある子どもたちと育てるお母さんを守るということをビジョンに、今7年目を迎えた、授業になります。で、残念ながらこの2年においてはコロナの影響で、イベントがなかなかできないというところ、いつもオンラインではやらせていただいているんですけど、まあ、思うところなかなかうまくいかないという状況になります。で、今実際に今最初にお話しさせていただいた藤本がイベントの采配を全てしてくれていてですね、講師の例えばマリちゃんだったりとか、他にもたくさんのパートナーの方がいらっしゃるんですけど、そういう方々と一緒にいろいろお話をしながら、山田製油ごまくろサロンが何をしたいということじゃなくて、皆さんと共にどういう価値が作れるかということをベースにしたイベントを影響まで組み立ててやってきています。で、現在、約1600人の方 の, 会員の方が募っていただいていて、まあ、イベントをするためにその方々に藤本がご案内を差し上げて来ていただくという流れを今日までやってきますということです。逆に
ぜひ私たちのビジョンである今藤本がですね、実際子どもを育てながら仕事をしているというのも、この未来の子どもたちを育てるお母さんを守るというところの本当に代名詞みたいなものなので、ちょっと藤本によかったら話を、ね、してもらう方がいいのかなと思ったりするんですけど。何も考えてなかったです。山田声優に入って多分7年目か6年目かので、ちょっと私もはっきり覚えてないですけども、最初は補欠枠で入らせてもらったのがきっかけで、履歴書を社長が見て、なや、君、尾鷲の子かって言われて、尾鷲枠です。尾鷲、三重県の尾鷲っていうところ出身なんですけど、そこで対応させてもらって、気づけば7年ほど経ってました。で、コマクロサロンに、はい、配属というか、私もすごい天のビジョンに共感して、頑張ろうって思ったんで、一緒にやってきたんですけど、ちょっと子供ができなくて、不妊治療をずっとやってて、やっと授かって、何でしょうか。で、もう、産休もギリギリまで、オンラインで里帰りしながらも働かせてもらったんですけど、すごいいろんな可能性がある山田声優のごまくろっていう事業部なので、子供育てながらでもこうやって、実は育休中なんですけど、こうやって育ってもらったりとか、子育てしながらでも働けたりとかっていうのはすごいありがたいなって思ってまして、このありがたいなって思ってるのを、皆様にも幸せの裾分けじゃないんですけれども、ぜひここがビジネスモデルって言ってちょっと大層なものかもしれないんですけど、ぜひうちのいいところも取り入れてもらって、いろんなところ、いろんな事業さん、会社さんも、そういう子育てしながら働きやすい環境っていうのを作ってもらえたらいいなって思って、それのモデルになれたらななんて思いながらやってます。っていうのが私の個人的なところなんですけど、イベントはさっき前も言ったように、今は政治コロナでちょっとやってないんですけれども、コロナが明けて、みんなが外に出られるようになったら、ぜひここでたくさんやっていきたいなと思いますので、いろいろやってました。食育だったり、離乳食だったり、子育て中のお母さん中の講座もやってましたし、ここスクリーンがあるんで、ここガラガラって落として、上映会、映画の上映会とかやったりしてたんですけれども、子供生まれる前と生まれてからでちょっとイベントの見方も違ってくるんで、また面白い、アイデアは湧いてるんですけど、まだ実行できてないので、そういうのができていければなと思います。どんな風に変わりますか？子供ができる前もママたち対象に、ね、企画とかもされてたと思うんですけど、はい、今実際ママになってから。もうほんまに手探りやったんで、子供が生まれる前は。実際やってたのはインスタの子育て漫画とか子育て体験記とかフェイスブックとかでも結構広告で上がってくるじゃないですか、うん、そういうの見てて、あ、お母さんなんかこんな感じなんやって、こういうので悩むんやとかで結構そこでアイデア得たりとか、実際に子育てしてる線だったりとか、うん、周りの従業員のものとかパートさんだったりの意見も取り入れながらやってたんですけど、なんかもう何やろ、あ、こんなもんが、なんて言ったらいいかな、お母さんになってからは文章で見てたら、あ、こんなもんなんやって思ってたことが、こんなに大変な全然違いますよね。もう一日息するだけで一日終わるやつが分かるなってたりとかしてたんで、なんかすごい世の中のお母さん尊敬するわって思いながら私も奮闘してるんですけど、そういうところも取り入れつつやっていければなと思います。いろんな生徒の方がいらっしゃると思うので、子育て中の方はもちろんですけど、やっぱり私たちも少し言ったら介護の問題とかも出てくると思うので、いろんな生徒の女性の方にあった悩みを解決じゃないんですけど、ちょっと皆さんの悩みを解決できる手助けになったらいいなっていうところでありたいなとは思っています。なんか一人一人悩みも違うし、状況も違うけど、なんかこう知ることで自分が楽になるっていうのがあって、そのきっかけの場を作りたいなっていう感じ。人間交換だったりとか。そうですよね。この間ママ会久々にしてたんですけど、もう何にもトピック決めないで、もうただ喋るだけで楽になるっていう。最高ですね。そう、なんか別にすごい学んだりしなくても、
ね、女の人って喋ったなんかもう、ね、まあ、誰も聞いてなくても喋ったらスッキリみたいな。ねえ、今もなんか大人と喋るのが久しぶりすぎて、たどたどしながら喋ってたんですけど、結構スッキリしました。ね、はい、以上です。じゃあ、その以上で。皆さん、聞けますか？感想はね、感想はね、ぜひ、順に。なんかでも、本当に、順番的な感じ、今じゃなくて。おだしは何を使ってらっしゃるんですか？だしは昆布と乾燥しいたけから取ったおだしと豆乳を入れます。何昆布ですか？聞いててもいいですか？リシリ昆布。リシリ昆布。名前が出てこない。で、リシリ昆布にされてるこだわりとかがあるんですか？味のコクの深みと味がすごい昆布から出やすいんで、前もってちょっと前の日から一晩つけ水につけておかないといけないんですけど、でその出汁取った後の昆布をお惣菜の切り干し大根に混ぜたり、それを佃煮に回したりするだけでもまたお惣菜の味の深みも出るし、昆布自体でも一つのこうご飯のお供というかにもできるんで、今ね、昆布、地球温暖化で、うん、ね、地球上で昆布が取れるのは北海道と青森の周辺だけなのに、昆布の収穫量が、ね、どんどん減ってきて、でもみんな出し殻って使い方わかんないからポイポイ捨ててるっていうのを聞いてすごいもったいないなと思ってるので素晴らしいですね。これなんかそぼろみたいにされてるのは、あ、それは何ですか？大豆ミートを使わせていただいて、鶏そぼろっぽいですね。どうしても動物性が入ってないので、うん、食べた時の食感が似たやつが入ってると、うん、やっぱりそれに近い風味を下の口の中で感じるので、夏場の冷やし担々麺は、カモナスをミンチにしたやつを、山田製油の健康だれ、タレで炒めたやつをつけてたんですけど、なんか個人的なあれなんですけど、それを使うとやっぱ、食べに来てくださるお客様が、夏の冷やし担々麺と一緒やんけってなるのが、やっぱり、ちょっと面白みがないというか、せっかくやったら秋冬の担々麺は、あ、こういうもの、こういう別の、担々麺なやって思ってもらって食べてもらった方がまた次来てもらえるかなと思って、まあ動物性使ってないし大豆ミートがちょっと今流行ってもいるんで大豆ミートの方を使わせてもらってます。なるほど。大豆ミートとかあんまりどう使っていいかわからないので、いろいろちょっと勉強したんです。あ、そう。見た目でわかると思うんですけど、僕は別にビーガンではちょっと何も言ってないですよ。この子のサロンに入ることになって、結構本とかも買って、いろいろ読んで、大豆ミート、その、今、お店で使っているのは、フィレタイプっていう、そぎ切りにしてるような感じの大豆ミートを使ってるんですけど、それをもともと、唐揚げ用に、丸めて揚げてた。でそれを、僕はその片面に作るときはフードプロセッサーでちょっと細かくミンチ状にして、さっきもちょっと出てたんですけど、山田製のエクストラバージンのごま油で炒めて、でちょっと動物が入ってないコチュジャンとか、あと玉ねぎのみじん切りと合わせてちょっと深み出して中に入れるようにしてます。そう、なんか入ってる材料だけ聞くすごくあっさりしそうな感じなんだけど、濃厚だし、でもなんか食べたらそんなしつこいとかもないもんね。さらっとはしてる。美味しい。僕はあと意外と多分知らないのかなと思うんですけど、みりんをわざとフライパンで焦がして、お、焦がすんですか？煮切るじゃなく、煮切ると角は取れるんですけど甘みだけ強くなるんで、わざとちょっとこうフライパン、鉄製のフライパンとかで火強火で温めたやつにみりんバッと入れて焦がし、鍋肌にあるこうチャーハンを醤油を入れる感じで焦がすと、すごい深みが出るんで、すごい、それを足すようにしてます。いいこと聞いた。みりんって聞いたしてでも
えー、そうなの、初めて来ました。え、それオリジナルって、僕がその和食の料理をしてた時に、あの働いたお店で教えてもらって、使うようには知ってるんですけど、グリーンフォガス知らなかった、どうしてもでもあの火が強すぎて、火当てすぎると、あの焦げた変な味が残ってしまうので難しいんですけど、どっちかというとやっぱ皆さん見切られて使った方が、見切るだけでも全然お家で多分料理するときは全然違う味になるので、見切るっていう一手間加えるのと、そのお店で出してやっぱりお客さんに食べていただくやつなんで、ちょっと知らない隠し味をちょっと足してます。そんなにいいと分かんないかも。うん、いいでやろう。この甘みはみりんと砂糖。あ、お砂糖も入れてるんです。あの機械自慢みたいな。大丈夫やな。機械。機械自慢じゃない。あの向こうの方ですかね。向こうの方。はい。砂糖ですか。もうずっとお店が20年以上使ってる。普通の砂糖よりも粒が粗い。砂糖。はい。砂糖の方は。それもちょっとカラメルソースを作る感じで、なんかすごいすんごい手間かかってるよね。なんかプロの味なんよね。うん、そこちょっといけんの。家ちょっと面倒くさくてバババっていう。そうですね。白い粉これパラパラってできるの。白い粉。白い。それさ他と一緒だし。カラメル。そうそう。やっぱお店に食べていただければ一番嬉しいので。そうですよね。あの最近はちょっと嬉しいことにすごいお店も出てるんで、僕はあの内心ガッツポーズしながら笑顔で付き合わせて、そうだ今これもし、はい、じゃあ、 あのぜひこの宣伝を今だけで、今だけグイッと寄っていただいて、今だけです。おまくろ担々麺990円でやらせていただいてます。一応予定は10月いっぱいになります。10月中もちょっとサービス考えてますので、またそれは後日告知させていただきます。お総菜4品と、本日食べてもらってます担々麺の方ついて990円になります。トッピングも、水菜サラダ、今上に乗ってる水菜のサラダ、ダブル、麺大盛りと、ごま豆腐単品、あと満腹セットとドリンクデザートセットもいっぱい取り揃えてますので、よければ。お調べください。元はおいくらで、通常価格はおいくらで、通常価格1320円です。すごい、安い。はい、330円。安い。10月いっぱい。10月いっぱいで一応考えてますので、よければご来店ください。ちょっと皆さんに見せてあげよう。じゃじゃん。でも大盛りにしなくても結構な食べ応えで、皆さんめっちゃうんうんって多分スープ飲んだら女性の方お腹いっぱいってなるぐらい食べ終わられてる方もいます。あ、じゃあ感想を聞きに行かった。って言ってくださったってことは聞きに行った。いかがでした？すごい、今のすいません、あの横暮らしにめっちゃ動いてるんですけど、多分行ってて。どうですか？美味しかった。すごい小さいかなって思ったけど、で、同じくめちゃくちゃ濃厚なので、全然これぐらいはちょうどいいお腹いっぱいになった。すごい濃厚ですよね。そうですね、本当に。なんか黒子の後、結構並んでて、ちょっとあの、私にその繊細度で白いその社長の思いを聞いたネリ、ローマネリーさんの白とこがどこあるってすごい、なんかこう、ワクワクしてたら食べてもらえる。多分味のなんかこうテクニックとかで白とこう黒って違うんだと思うんですけど、なんかこれも両方かかっててすごい嬉しかったね。ちなみにこの黒をちょっと入れてるのは、何か黒の方が個人的には味に深みがあって、白の方が香り強いかなっていうのを、白をスープに入れて麺食べていただいた時に風味が広がるのと、そこに黒を加えて、また別にプラスのコクと深みを出してるので、まあ、あと黒が入ると
見た目のバランス的にも締まるので、うん、その入りを上に置くようにしています。お味もだし一気におしゃれ、いや、おいしかったです。あの、動物性を使うのにこれだけコクが出るっていうのがすごい。あと、お味噌、はい、これは何の味噌？味噌はあの、アルカワ味噌さんっていう、もともとこのプロサロン、山田製油の方でも使ってる、麦味噌になるのかな。あ、合わせ味噌の方と、あと白味噌を、ミックスしてスープの方に入れさせてもらってます。だからここで出てますけど、麺醤使わずにこれだけの味がするのがすごいな。そう、やっぱりクリーミーですね。ここまがきっちり焙煎されてるし、練りで焼かれてるので、こちら全部大変です。ありがとうございます。あの、前さん連れて帰ってきた。家庭でも簡単にできて、味も美味しく食べれるかな。離乳食にもいいですよね。あ、そうですね。小さい子でもパクパク食べれるし、もしあの簡単麺をお家で作りたいと思われるんでしたら、あのちょっとこの同じ味は簡単にできないんですけど、下にごまだれっていう豆乳を混ぜたら簡単麺が作れる商品もあるので、うん、またじゃあお買い物ですね。うちではご飯にプチュッて食べて、お塩をかけて食べるっていうのを子供が大好きで、それが料理だけど、もしよかったらお飯と恥ずかしい方はあの無理はないので、いたずらになります。どうですか、お料理の先生がね。いや、あのもう今まで食べた、ね、タンタンメンの中で一番美味しい。あれ、あれ一番美味しい。一番美味しいのが多いところだと思う。そうみたいな。元気も。なんでなんで、どんなところが。いや、なんでしょうね。あの、なんだろう。もうバランスがすごく良くて、お汁っていう結構のフォームなんですけど、なのでうまみと、あとちょっとこう、ごまの、なんていうのかな、油の具合がこうしつこくなく、でもその満足感がすごくあるのと、あとあの優しい甘みがあるので、子供でも全然おいしく、ペロッと食べていただけるし。で、ちょっと辛みの近くのラー油を足したら、あのお好みに辛くもできるしっていう、もうなんか子供持って帰っちゃったのもうこれちょっと使わせていただいたんですけど、もう本当寸胴に入れて持って帰りたいなと思って、ずっと飲めしかもこの他のところの練り粉があって瓶にすごい使いにくいじゃないですか。まあ、下溜まってくるしね。そうなんです。すっごい混ぜるのが大変で、混ぜてる間に目のごまが立ってこうって、こうってなんだか、なんかこの、二
最初はなんでこんなに使いやすいんだろうって思った、その理由が、ね、ちゃんとこう石臼で引いてるっていうのが、石臼で2回引いてるからね。そうですよね、はいはい。でなんかそのいろんな科学的な方法を使ってスムーズなんじゃなくて、はい、でそれで丁寧に作られてスムーズで使いやすいとか、ね、できるだけ手間を減らして負けるように変えたいと思うので、そんなところもいいなって思います。この会社の人もいいんだよ、いいんだよ。そしたらいいから、美味しかったです。ごちそうさまでした。本当に一言で美味しいなぁと思ったんですけど、元々バランスっておっしゃってましたけど、私結構担々麺が息子も好きやで、私も好きや、外で食べることがあるんですけど、まあ、上にオイルが浮いてるオレンジ色っぽいのと肉があるイメージだけど、これはまず本当にちょっとオレンジ色のオイルが全然オイルが浮いてない、でしかも植物性で、この豆乳とのバランスがふんわり、こんなふんわりしたスープの担々麺を初めて食べたって、ふんわりしてるから麺とめっちゃ辛みもすごくいいし、しかも柔らかい、ふんわりとふんわり、あ、麺も多分こだわってらっしゃって、数いろんな中でこの麺にしたんだろうな思いました。夏も一緒かなとかいろいろ。夏では同じやつを使ってるんですよ。麺の方もモンゴル乾水っていう普通の乾水じゃないやつを使ってる麺を、なじみの多分製麺屋さん、ずっと使ってる製麺屋さんっていうところに特殊で作ってもらってるやつなんで、その麺自体食べてもすごい美味しい。僕もあの最初にモノクロサロンさんっていう麺を食べてうまいなってなって。これは使うべきだなっていうのは分かったんで、優しくて、でも私はちょっと辛いのがあんまり苦手なんで、このどこに辛いのが入ってんやろうと思って探したけど、辛いやんってすっごい辛くて、ちょっとピリッときます。はい、でこれね、辛いのが好きな人は出したらいいでしょう。本当に全体女子が好きな担々麺で、ありがとうございました。ごちそうさまでした。今日はごちそうさまでした。ごまが集結したっていう感じの担々麺、もういろんなごまがもう混じり合って、これでもかみたいな。でもやっぱり本当に動物性じゃないからは重くもないし食べやすいし、でなんだろうな、なんか不思議。もう今までの担々麺とは全然違う。確かに。うん。で、私もこれはもう使ってて、ごま和えとか、そういうの。同じ今までの知らなかった頃のごまの、こういう練りごまは、本当に最後まで使い切れなかったんですよ。なんか結構いい値段するのに、使えない分離する、これもダメやなって。これが、うん。それがもう全然なかったんで、もう私はこれを大好きなんですけど、うん、それをこう、で、我が家きっとね、辛いの好きな娘がいるんで、これ絶対にヒットする。なんか、グワッて言いたい、貼るんですね、うん。いいと思います。なんかもう、なんていうかな、ごま油とかそういうのも、作り方一つで、こう体にいい悪いっていうのが完全に分かれちゃうので、そういうところがもうこだわって作られてるっていうのが分かってるので安心して食べられます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあほらよく油の中でオメガ3がいいとか、うん、オメガ6とかオメガ9という言い方があって、ちなみにごま油ってオメガ6なんですね。でうちもよくねお問い合わせがあって、山田さんとかエゴマ油ないんですかって問い合わせがあったんですよね。でエゴマってあれゴマじゃなくてシソ科なんですよ。それあれオメガ3なんです。はい、すいません、うちゴマ屋なんでエゴマ油やってないんですって言って、今から 4,5 年、3年前かな、ずっとお断りしてたんですけど、実は南丹市のうちのゴマ工場の周りでエゴマの栽培がちょっと始まったんですね。それでせっかくエゴマ作るんで、山田さんのところ絞ってくれないやろかって言われて、
やいや、まあそう言われんやったら、その断らんでもいいしね。ということで、お客さん、私断らんでいいし、ということで、自分たちも、せっかくやるんだったら、一番うまいエゴマ油作ったなと思って、いろんな市販のエゴマ油を含めて、オメガ3毒する油買ってきたんですよ。これ食べたらね、僕らのね、日々作りたて食べてますやん。僕らの舌や鼻からしたら全部酸化してるんですよ。それで、うち酸化の試薬あるんで、それで測ったらね、やっぱりね、酸化してへんまでも酸化度高いんですよね。じゃあ、健康にいいって言っても、オメガ3系の油で酸化が早いって、これは前から言われてるんですけど、酸化曲線見ると、ゴマ油でね、酸化曲線こうゆっくり上がっていって、約2年ぐらいはずっと安定してるんですけど、エゴマとかオメガ3ですね、1ヶ月このピューンと上がってしまうんですよ。まあ、これって、ね、いくら体にいい言うたって、酸化度の高い油とか、食べたらあかんちゃうんかいなと思って、で、まあ、うちの場合は、それは、まあ、対策として、もう、エゴマ油、先に、注文を聞いといて、分の場合だけ分かっとるんで、その分だけ仕込んで、これ1キロずつ絞って、遮光瓶に入れて、で、消費期限1ヶ月っていう形で、注文だけ聞いた分だけやってるんですね。それでも、ほんまに1ヶ月で食べてもらわないようなやつなので、僕は何が言いたいかって言ったら、まあ、ごま油だけじゃなくて、デリカマもそうですし、ごますりごまも、絶対に作りたて、フレッシュなやつが絶対に美味しい。だから、山田製油としては絶対在庫しないでおこう。ということでやってるので、本当に、うち、特に店頭に買いに来ていただくと、ほぼほぼ新しい、まあ、ね、8日から10日ぐらいまでの間で全部出荷してますので、そのフレッシュなやつ食べていただけるので、僕は、まあ、今、ごまって、スーパー行くと乾物のコーナーにありますけど、例えば、大豆って乾物のコーナーあるけど、あれ加工したお豆腐って日配物のコーナーありますやん。僕はごまのままやったら、洗いごまやったら乾物もんでやけど、煮ごますりごまでりごまになると、僕は日配物のコーナーで置くべきだと思ってるんで、これから将来、何十年後かに、例えば子供が、なあ、お母さん昔ごまって、乾物のコーナーにあったんやなって言われるような食品に仕上げたいなって思うぐらい、僕はフレッシュなものを食べていただきたいと思います。その方が皆さんの健康にもいいし、ね、僕らも毎日毎日食べてるし、今年11月で5、60になるんやけど、結構腹つくする人のためにね、お腹もすっきりしてる。ちょっとね、でも他の同年代に比べたら、同年代に比べたらどうや。比べる人が。でもなんか他の、先ほど他の社員さんとかも、あの出入りされてましたけど、はいはい、他の社員さんも皆さんお肌綺麗かった。綺麗ですね。これ最近入った、まあ、彼は、まあ、金星取れてるというか、彼、今一生懸命エゴマ油食べてるんで。どうですか ?2 キロぐらいは。痩せました。減りましたけど。すごい。まあ、ものかよくやる。で、一応、山田先生、これ人体実験してるんで。エゴマほんまに美味しかったんですよ。私飲んでましたもん。田口さんもエゴマ油毎日飲んだ。2キロほど痩せたね。そうね、まあ、1.5 ぐらいの。痩せれるってちょっと、今のね。ね、ちょっと嬉しい。まあ、お掃除用なんですよね。まあ、そんな感じでございます。はい、あとは森さんにバーの感じ。そろそろ、キーワードですか、合言葉ですか、公開しとかなくていいですか。あれ、これじゃないかな、質問、質問ある方いらっしゃいますか。ごまプロサロンについてでもいいです。これは10月だけ、このいや、ちょっと行列できたら延長しようかなと思って。今行くとお得みたいな。そうです、ね、メニュー自体はもうちょっと冬場っていうか、2月いっぱいまで行列できたらちょっとやるかも。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。先ほどごま油食べた時にいろいろ種類だってすごく迷ったんです。はい、見上げたらいいですか。はっきり言って言います。金ごま油買ってください。なぜかというと一番売り上げがありますんで。なるほど。まあ、もうはっきり言って、お好みです。まあ、オーソドックスにね、値段のことから考えると白ごま油がいいと思うんですけど、香りが金ごま、それから味の黒ごまと言いまして、生使いとかするやったら金ごま言いますし、
で黒ごまはあの和え物とかナムルとか韓国料理系統には黒ごまが結構合うっていう感じですね。で私はおすすめは白と金ごまが一番生使いとか万能で使える。であとは、エキストラバージンといいまして生搾りのごま油、あれはちょっとよそではないんであれはぜひ、はい、お願いしますっていう感じですね。はいはい、エキストラバージンいいですよね。万能にもうなんかサラダ油だ、はい、サラダ油だからずっとやつことなの、なんかそうですね、はい、種もいらず生でよし、加熱してもよし。そうそう、でもね、もう裏話、エキストラバージンごま油を売るとき、山田製油の製造者に全員反対しようなんですよ。反対、反対。なんでですか？山田製油ってね、僕いつも社員に、特に製造社員言うてね、俺らは金と商品の交換ちゃうでと。俺らは楽しいなって思う商品をずっと作り続けるんやで、かっこいいと思わへんかってみんな、はいはい言うとって、だからお前たちタバコとコーヒー禁止やでって、はいはいって言うて、ずっとやっとったでね。そやのに、あのエキストラバージンごま油ってね、これその焙煎するのがすごく難しいんでね、うん、ごま油だけじゃ練りごまも煎りごますりごまもね、で焙煎するためにマニュアルなしでコーヒータバコで禁止やって、それが職人として楽しいって思わせてんのに、このエキストラバージンごま油ってこれ焙煎してないんですよ。でこれ生で絞ったんですね。これ僕はこれ絶対売れる、もう経営者の勘ですわ、売れるの分かってっていうか思ってたんで、やったら社員全員反対。なんで言うたら、社長は作ってて楽しいっていうものを売れって言うてますやんと。これ僕たちコーヒー、タバコ禁止でやってんのに、これ何をその技術入ってへんのに、これ売ったって楽しくないっていう。ああ、わかるね、その気持ちをね。ああ、まあいいよだなと思って、これを返さなあかんって、ね。さあ、そうやなと、お前らのことよくわかるんやと。わかるんやけどな。巷で太白ごま油って売ってるやんか、真っ白の無色無臭のやつね。あれ、消費者の、多くの消費者の人が、あれ、生で絞ってると思ってるやろな。でもあれ、生違うよな。あれ、脱色と脱色で、ね、科学的処理してる。ね、安いね、ごまであれ作れるんやんか。ってね、そういうふうな、匂いも取るし、ね、色も取るさかい。でも、これって、最高のごまを使って作らないと、この香りとあんまり絶対出えへんやろと。この最高のごまを目利きしてるの誰へって、ね、僕たち、俺やはり。お前ら職人技術生きてるやんって言って、ほんなら売ろうかっていうことで販売にこぎつけたっていう商品なんだ。だからほんまに、すごく甘いごま油なんで、普通、やっぱり、まあ、白ごまね、練りごまもそうですけど、白ごまってやっぱりこうペーストするとこのような黄色い色になるんですね。ごま油はやっぱりこんな色出るんですよ。ちなみに黒ごま油で生で絞るとちょっとグレーの油になります。へ、うん、だから真っ白とか無色無臭とかいうのが、だいたい日本人って、まあまあ冷蔵庫とかあって、どうかな、洗濯機とかも好きやけど、白いものが好きでね。というので、なんか白かったらええ、透明やったらええっていうイメージで売れてるだけで、本来はこのぐらいの色が出る。これが本物やっていうのをちょっと覚えておいてください。はい。みんなお買い物して帰らないと。めっちゃ重たく。あ、でもこれですよね。オンラインで買っていただくと、プレゼント。あ、そうです、いきますか。はい、どうぞ。そろそろ。はい、どうぞ。はい。俺、プレゼントしないで今日。あ、プレゼント、プレゼント。プレゼントの説明をじゃあ、りょうさんの方から。今日、皆さん、帰り、SNS に上げて、その画面を見せてもらったら、こちらの、ごまねりねり 80g 入ってるんですけど、こちらをプレゼントします。で、オンライン、山田製油オンライン公式ショップの方でお買い物していただいた際に、通信欄っていうのが、何でも書き込める通信欄っていうのがあるんですけれども、そちらにすみおばあちゃん、すみばあちゃん、どっちでもいいです。カタカナですか？カタカナですみ、まあ、うん、分かればいいです。すみおばあちゃん、すみばあちゃん、どっちでもいいです。バンさんでも大丈夫です。変えていただいたら、オンラインのお客様にもこちらプレゼントいたします。で、ごまくろサロンで、ごまくろ簡単麺お召し上がりいただいた方で、その場でもいいですし、後日でもいいですし、食べていただいて写真を SNS にアップして感想も書いてくださってた方、レジか
キッチンスタッフでもいいですし、キッチンスタッフの方とか、あのスタッフに読みていただいた方にも、こちら、ねりねり 80g プレゼントいたします。です。で、あの、ハッシュタグをですね、SNS に投稿していただく際は、コマクロはカタカナ、まあ、どっちもハッシュタグ生きてるんで、どっちでもいいです。はい、コマクロサロン。サロン。サロン。で、ごまくろサロン山田さゆともに SNS、あの Facebook もインスタもやっておりますので、そちらのアカウントのタグ付けもやっていただけると嬉しいです。今も徳さんもぜひアカウントあるので、ぜひタグ付けしてください。ちょっと3つになるんですが、おいしいごまねりねりのためなら、はい、ピッピッピッとつけていただけると。今は、このね、わーさんの思いもあって、ごまねりねりという名前でやってますけど、これを2つ、ちょっと僕、これ、海外展開考えてるんですね。もう今、だいぶパリとか行き始めてるんですけど、ごまねりねりちょっと外国では通じないんで、そちら側ではこの京都山田のセサミペーストっていう名前にしようと思ってるんです。で、これで別で、あの、山田製油なりの中で、セサミペーストっていうホームページに立ち上げてます。それとこれと同一商品なんですけど、まあ、どちらも売れていって、まあ、最終的には、まあ、バーサの願いもこちらかなとは思ってるんですけど、こんな形で、夢を、あの、海外に売っていきたいと思います。これで一生懸命会社を設けて、僕はできる子育てをする女子をいっぱい社員として雇いたいなと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。ね、こうやって赤ちゃん連れて楽しく働ける会社が、ね、増えたらいいですよね。今言ってたあのこのセサミペーストのページ、あの赤ちゃん育てながら頑張って作りました。ぜひ見てください。あのまだあの1日にオープンなんで、まだちょっと最終的な準備段階でちょっと焦ってるんですけれども、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。最後にですね、あのちょっとねりねりはちょっと関係ないんですけど、明日なんとテレビに出ます。関西情報ネット10っていう、あの、芽生えが有名だと思うんですけど、芽生えとか蓬莱さんの天気予報の、あの、なんていう絵日記。そうです、そうです。あの、読売テレビさんで、あの、やってる番組なんですけど、うちの登場時間は5時半ぐらい。よしね。ね。明日生放送。生放送なんです。5時半から。また、あの、山田声優の、あの、各ページに情報載っておりますので、ぜひご覧いただければなと思います。あのごま工場からあのごまの収穫の様子と、それから金ごまの試食する予定してますので、はい、ありがとうございます。ではこんな感じで、はい、はい、ありがとうございました。皆さん来てくださった方と見てくださった方と、この後アーカイブを見てくださる方、皆さんどうもありがとうございます。アーカイブ見てる方もいいねと超いいねのボタンと、あのよかったらコメントもぜひ、見たよってコメントぜひ残してください。ありがとうございます。ありがとうございました。